ゼバスティアン・ルートビヒ・ハイルマンは第二次世界大戦時のドイツ空軍の高下両兵部隊の将軍である。ルートビヒ・ハイルマンは1921年初めにドイツ陸軍に入隊した。12年間勤務した後の1933年に軍務を退いたが、いくつかの職を経た後1934年7月1日に第二十不評連隊の 第5中大指揮官の注意として復帰した。フランス戦線では、第91不評連隊、第3大隊に所属し一級鉄十字章を受訓した。ハイルマンは1940年6月18日に、高架領兵部隊に転籍し、様々な職種と地位を経て、ハイルマン少佐は、第3高架領兵連隊、第3大隊の大隊長になった。 1941年5月20日に、クレタ島への空艇攻撃のメルクール作戦で、彼の大隊は、第一波として、クレタ島へ降下した。ハイルマンの大隊はこの作戦での成功に貢献した。1941年の晩秋に、ハイルマンと彼の大隊は、東部戦線に送られ、そこで不評として戦った。部隊が、バイボーグスカイア共闘歩の防衛戦を戦っている。 間の1942年4月20日に、ハイルマンは大尉に昇進した。1943年8月20日に、ハイルマンは、第三高架両兵連隊、大砲大隊の指揮官になり、11月15日には、連隊長になった。連合国軍のシチリア登場陸の後、ハイルマンと彼の連隊は、ヘルマン・ゲーリング装甲師団のシュマルツ戦闘団の補強のために、 カターニア平原に降下した。彼の大隊は、フランコフォルテとレガルブート近郊のチェントリベ、ボンテとマレットで戦った。1943年12月1日に、ハイルマンは大佐に昇進した。イタリア本土では、ハイルマンの連隊は、オルトーナ近郊で戦い、12月15日に敵軍の集結地に攻め込んだ。ルドルフ・ボームラー少佐とゴッハルト・リープシャー大に、 引き入られた連隊の大愛と、第2大隊が、ビラグランデ地区を確保し、オルトーナは12月28日まで持ちこたえた。ハイルマンの連隊は、モンテカッシーノの戦いにも参加した。カッシーノでの3度目の開戦は、修道院の山の争奪戦の正念場であった。1944年11月17日に、ハイルマンは、第5高科領兵士団の指揮官になり、この士団は後に、 アルデンヌで戦った。ハイルマンは戦争終結の少し前にアメリカ軍の捕虜になり、1947年に釈放された。リヒャルト・ハイドリヒと共に、1944年1月、ありがとうございます。